はい、それでは今ご紹介に預かりましたってほどでもないんですけど、あの名前を挙げていただきました村上です、今日はよろしくお願いいたします。で、今から1時間でいいですよね。ちょっと時間を計らせていただきますけど、で、ですね、今日の最初に、今日の予定をちょっとご紹介しますと、まあもうすでに5分遅れていますが、ですね、最初の1時間で僕の方からの、プレゼンテーション、があります。で、中東の日本語教育とそのネットワークの形成ということで、こちらからお話しさせていただきます。で、2時30分から質疑応答ということにしますね。で、2時半から、3時まで質疑応答 で10分間休憩を挟んで、その後ですね、まあ、できれば皆さんの間でもただ来て私の話を聞いておしまいっていうのはちょっとあまり発展がないので、皆さんの間でもちょっとお知り合いになっていただきたいと思いまして、それで、こんな風に、まず一人ずつ自己紹介していただいてですね、でその後、まあこの 4,5 人ぐらいでグループに分かれていただいて、ネットワークについて、それをキーワードにディスカッション、グループディスカッションをしていただき、最後の30分それを皆さんで共有するという形にさせていただければと思います。で、そのこのディスカッションのところなんですけど、まあネットワークといってもいろいろあるので、人によって定義も違うので、それはまたそれ皆さんそれぞれで、よろしいかと思います。例えば学校の中の、校内のネットワークとか、あるいはその国の中の、日本語教師のネットワークでもいいし、別に日本語教師に限らず現地の日系人のネットワークっていうのもありますし、あるいは協力隊の、現地の、ネットワークとか、そういうものもいろいろあるんじゃないかと思います。で、そういうものについて、ディスカッションしていただければと思います。はい。で、でここから私 の本題に入りますが、中東 その日本語教育とそのネットワークの形成について、ご紹介したいと思います。で、まず最初にその中東とは、中東の日本語教育ということについてちょっと、大雑把に、本当に大雑把にですけど、ご説明して、その後にそこでどういうふうに、ネットワークを作っていったか、ということをそういう2つ、主にその2点についてご紹介します。でですね、最初にこの中東という言葉についてなんですが、まあこれはですね、英語でもミドルイーストって言ったりしますけど、まあ明らかにそのちょっとヨーロッパ目線な用語なわけですよね。ヨーロッパから見て東側という意味ですから。で、まあここではですね、その西アジアとその北アフリカのことを中東と言いますが、別にその積極的にそういうヨーロッパからの視点を支持しているとか、それを援用しているというわけではありません。ちょっと長いので、西アジアおよび北アフリカって何回も言うのは大変なので、中東という言葉を使いますが、別にそういうヨーロッパ目線で話をしようというわけではありません。はい。で、最初にじゃあここの日本語教育について、申し上げるんですが、そもそも中東というのはですね、もう一言で言ってしまうと、もう本当に一言で言えないっていうそれが本当に中東なんですよね。で、例えば宗教に関してもですね、まあもちろんイスラム教が多いというのは皆さん一般的なイメージとしてあると思うんですけど、イスラム教にしてもいろいろ流派がありますし、それからですね、やっぱりキリスト教が意外と多いっていうのがちょっとびっくりしました。で、日本にはヨーロッパからその宣教師の人が来てキリスト教が入りましたけど、中東のキリスト教っていうのはそういうのではなくて、要するにイスラム教の前からキリスト教の人たちがいて、でその人たちがそのイスラム化されないで、そのままキリスト教の人たちがいるという、そのもう伝統的にずっとキリスト教の人たちがいるわけですね。で、例えばエジプトでもですね、コプトの人たちが人口の、大体1割ぐらいはコプトっていう、コプト教徒っていうそのキリスト教の一派なんですけど、そういうふうに言われていますし、レバノンの方ではですね、人口の4割ぐらい、40% がそのマロン派っていうキリスト教の人たちだというふうに言われています。だから人口の 40% がキリスト教なんてちょっとあれですよね、一般的なイスラム教の概念とは随分違うんじゃないかと思います。で、例えば言その他言語にしても、まあ、アラビア語はもちろん中心なんですけど、その公用語に関しても他にもペルシア語とかトルコ語とか、ヘブライ語とか、あとイラクのクルド人自治区のところではクルド語が公用語になっていたりします。で、公用語になってないようなその種類の、もっとマイナーな言語ももっともっとたくさんあります。
で、あの政治体制もですね、あのトルコみたいにあの、まあ、民主制が根付いていて、その選挙をして代表、国の代表を選ぶような国もありますが、まあ、そうではないところもあります。で、あの経済に関してはもう本当にその激しい格差がとても激しいので、ちょっとグラフを一つご紹介したいと思うんですが、これですね、ちょっと見にくいかもしれませんが、あの1人当たり GDP、 あのつまり購買力平価に基づく1人当たりの GDP というもので、まあ端的に言ってしまうと、これが高い方がお金持ちというふうに思っていただければ大体いいと思います。でもうカタールっていうのはこの日本のですね2倍以上あるんですよね。そういうもうすごいリッチな国もあれば、日本の10分の1ぐらい あのイエメンというところもあります。ですので同じ中東って言っても経済的にももうすごい格差があるわけですね、はい。でこれはですね、ちょっとそのある本当に一面的なものなんですけど、日本が一番下にあって、あのですね、あちらの時点に1900何年って書いてあるかな、96年ですね、はい。1996年では日本より携帯が普及していなかったのに、今では、日本より携帯が普及している、国の、リストです。こういうですね、まあこういう産油国はもちろんですけど、エジプトとかモロッコとかチュニジアとかですね、こういうその産油国じゃないところでも、あの日本より随分携帯が普及しているという、そういう意味では、要するに中東っていうと古めかしいっていうイメージももしかしたら持っている人っていうか、私はあのそういう先進あの先入観偏見みたいなのがあったんですけど、実はそうでもなくて、そういう新しいものにどんどん積極的にあの取り組んでいく、そういう新しい道具を積極的に取り組んでいくような面もあります。でもちろん日本よりあの普及していない国もあるんですけど、ね、ここではその日本を、追い越したところをあの例として挙げました。で、あの中東をどういうふうに理解するかっていうときにですね、あの今は主にですね、2つぐらい軸があるんじゃないかなと思うんですね。で、1つは産油国かどうかということと、でもう一つはその、政情が安定しているかどうかということで、この2つをあの軸にして考えると、ある程度そのとにかく国が多いので、中東っていう国はとても多いので、それ全部一つ一つちょっと検討していくのはとてもその普通 あの日本人にとっては、特に研究者でもなければ大変ですから、この地域を理解するのにその2つ、産油国かどうかということと、それとその政情が安定しているかという2つを軸に考えると、ちょっとはあの分かりやすくなってくるのではないかと思います。で、まずその産油国かどうかっていうことなんですけど、ここにあの国がいっぱい並んでいますが、あっちの左側の方は、ですね、年間の原油輸出額が500億ドルより多いところです。で、こちら側はそれより少ない中東の国ですね。ちょっと後で考えると、この2つもですね、そのこう人口が少ないので産油国側に入れておけばよかったと思ったんですけど、ちょっと、このままで計算してしまったので、今はこういうふうにこちら側を、非産油国、向こうは、産油国というふうにちょっと分けてみたいと思います。で、この2つの国はですね、そのやっぱり日本語学習についてもすごく、差があるんですね。どういう差があるかっていうと、その、まあ、ちょっともうグラフを見れば結構一目瞭然なんですけど、この赤いグラフは産油国ですね、この赤で、この紫っていうか青いグラフは、非産油国です。さっきこちら側にあった、国ですね。で、これをあの国際交流基金の2012年の、日本語教育機関調査、そこにその自分のところの学生の、学習動機っていうのが、載っているんですね。で、そこで仕事と、まあ、趣味ということでちょっと分けて、見てみました。まあ、アニメ漫画っていうのだけ特にその趣味の代表として入れてるんですが、でですね、まあ、あの中等教育とか初等教育は、まあ、仕事っていうのはあんまり関係ないのでこの中には計算に入れてないんですけど、少なくとも高等教育とあの一般の成人学習の人たちを比べると、やっぱりこっちの、 あの、皆さんから見て左側の方は仕事に関するものですよね。仕事に関する、動機はやっぱり非産油国の方が、高いわけです。で、
例えば、まあ、あの今の仕事にしろ将来の就職のためという動機にしろ、半分近くの人は非産油国ではそれのために日本語を勉強しているわけですね。ところが、あの産油国の方の人たちは、まあ、3割ぐらい、まあ、3割でちょっと多いぐらいですかね。そのぐらいしか、日本語教育の動機としては挙げていないわけです。一方こちらのですね、アニメとか漫画の方になると、これがあの逆転していまして、産油国の方の人たちはもう9割ぐらいの人はあの日本語教育の動機としてそれを挙げていますが、非産油国の人たちは、これよりだいぶ少ない7割ぐらいの人しかそれを挙げていません。といってもですね、実はあの僕はですね、この産油国の人たちが仕事よりもアニメ漫画の方が高いっていうことにちょっとびっくりしまして、これあの計算してみてですね、これをあの計算する前は産油国では仕事の方が多くてアニメが少ない、だけど、非産油国ね、非産油国は仕事の動機が高くてアニメとかの趣味が少ない、逆に、産油国の方は、仕事の方は少ないけどあのまあアニメの方が高いって、まあ、産油国の方は予想通りだったんですけどねつまりあのこういう地域ですら、あの非産油国ですらその将あの仕事関係よりもアニメ漫画に関する動機の方が高いというのはちょっと僕はびっくりしました。とてもびっくりしました。まあそのそれだけこういうコンテンツがその日本語学習に、学習者を呼び込む力があの強いということなんでしょうね、きっとね。質問はあくまで取っといた方がいいんですか、はい、ですね、まあいいですよ。これあの何が100なんですか、100% 全員がはいと言ったら100ってことですね。あの国際交流のアニメ漫画が動機ですか、はい、そうあだから全部合わせて100になるわけじゃなくて、じゃないんです。そうです、はい、分かりました。あの複数回答だったと思います、多分元のアンケートは、はい、ああなるほど、はい、あの質問いいです、どんどんしてください、そういうの、はい、で今のが、産油国かどうかっていうのがその原油輸出量なんですけど、それにですね、製造が安定しているかどうかっていうことを、考えてちょっとあのもうちょっとご紹介してみます。これはですね、あの外務省が危険情報っていうのを出していて、あの5段階なんですね。一番低いのはあの情報なし、あの危険情報なしっていうのがあって、危険度1が、あちょっともう見せながら、これがその危険度っていうものです。一番下が、0になっていて、ここは全然危険情報がなし。危険度1っていうのが、あれなんだっけ、注意喚起っていうやつですね。注意してくださいっていうところで、危険度2が、渡航の延期を検討してください。渡航延期、渡航の是非検討というふうに言われてます。で、危険度3が、渡航延期勧告、まあ、渡航しない方がいいですよってことですね。で、一番上が、退避勧告って言って、まあ、要するにもう逃げてくださいっていうことですね。でこのグラフのこっちの方はその年間原油輸出量ですね。でこれをですね、こっちの左上の方と右上の方、それから、左下の方と右下の方で、分けてみると、大体日本語教育のその取り組み方とかいうのも、まあ、多少ちょっとですね、分けて考えられるんじゃないかなというふうに思いますので、まず最初にこの左上の方ですね。左上っていうのはまず上の方ですから安全でないっていう意味ですね。その危険度が高いから、で、一番左の方なので原油の量が少ない、つまり安全ではない非産油国、です。貧しいってことですね。え、ま、全体的に貧しいってことですね。まあそうですね、貧しいっていうかあんまり豊かでない、はい、そうです、そうです、はい、そうですね、まあ、ただですね、そのトルコみたいにあんまり産油国ではないんだけどそれなりに豊かというところもあるんですが、あの、ね、あ、まあいいや、ちょっとそれ話しながらない、とりあえずこちらで、すみません、ちょっと字が読みにくくなっちゃってますが、上の方に3つあるのがアフガンとシリアとイエメンですね。で、下の方にこう向こうにガイピチッとくっついているのがパレスチナです。で、この辺はですね、やっぱりその JICA とか国際交流基金とかがそこにあの人を送るっていうことは正直難しいんですよね。なのでそこに行って、学校を開設するのを支援するというのは可能性はほぼ少ないですし、それからですね、まあ、現地がもうシリアなんかその
典型的ですけど、ちょっとそんな余裕がもともとないっていうところも少なくありません。でかつそのインターネットとかもあんまり普及していないので、そのインターネットを使った支援というのもちょっとなかなか厳しい状況にあります。で、それでまあ、やっていたのがこういうその日本にそのそこから先生を呼んで日本で研修を受けてもらうとか、あるいはまあちょっとここで後で詳しくご紹介しますが、中東日本語教育セミナーっていうのをカイロでやってるんですね。でまあ、この中にもいらしてくださった方いらっしゃいますけど、で、そこに先生を呼んで、そこで日本語教育の研修を受けてもらうというような方法が考えられます。一つはその一人ですね、今年はそのイエメンから参加があって、この人はそのジャラール先生っていう方ですけど、このピラミッドの近くに行って写真を撮っているのをフェイスブックで、共有していたりします。あとですね、ちょっと昨日確認したばっかりなんですけど、シリアの方はアレッポとダマスカスっていうところで日本語教育があるんですけど、ちょっとダマスカスの方は現状わかんないんですが、そのアレッポの方はですね、今もう本当にあんな状況なのに日本語教育をやっているということで、まだ本当に細々と授業は続いているそうです。なのでちょっと本当にびっくりしました。はい、で次は産油国の方ですね。これも上の方なのであんまり、安全ではないんですが、だけどその産油国なのである程度インフラが整っています。インターネットとかもそれなりに使えます。で、ここもリビアもイラクも組織的に、つまりその学校っていうのはないんですけど、日本語を教えている学校はですね、だけどその個人的に日本語を勉強している人は実は結構いるんですよ。でここにラング8って書いてありますけど、これお互いに作文を添削し合う、そういうウェブサービスで、ここはですね、そのユーザーの国籍とか、母語とか、あるいは現在地で、検索することができます。でこのラング8で検索してみると、国籍イラクの人が21人もいるんですね。でかつその現住地、今住んでいるのがイラクっていう人も9人いるんです。まあ、その今住んでない人はどっか国の外に避難してそこで日本語を勉強しているってことだと思いますけど、リビアもですね、同じように11人が、国籍リビアで、かつ今住んでいる人は9人いましたね。リビアに住んでいる人、そういう人たちが日本語を勉強しています。例えばね、ちょっとこれ見てほしいんですけど、こんなふうに、プロフィールの写真に日本が大好きなんて書いてて、皆様こんにちは、私はムハンマド・アハマドです。イラクの出身です。日本のこととても大好きなんですから、まあ3年前から今まで日本語を勉強していますと。で日本語の皆様がめっちゃ大好きです。あ、日本人ね。日本人の皆さんがめっちゃ大好き。いつの日か日本に行くことができますと。できると信じていますみたいなことを書いているわけですね。で、もう学校とかはないんですけど、こうやってインターネットを使って、勉強している人たちがいるの で、こういう人たちを積極的に支援していくのが、まあ、必要なんじゃないかなと思いますね。でもうこの人はランゲートに入ってイラクで検索するとすぐに出てきますので、できればまあ皆さんもお友達になって、いろいろ手伝ってあげると私としても嬉しいです。あとリビアに関してはですね、例えば Facebook でもリビアで日本語を勉強している人たちのグループっていうのがあります。でそこはですね、リビア人でエジプトに避難していて、アインシャムスかカイロだかどっちか忘れたんですけど、そこで日本語を勉強している女の子がいるんですね。国籍リビアなんですけど、でその子が中心になってリビアにリビアで日本語を勉強している人たちにいろんな情報を発信しています。まあ、こういう形で、まあ、確かにイラクとかリビアにまたね、基金とかジャイカが人を派遣するってことは、まあ、ちょっとしばらくなさそうだと思うんですけど、ですがそうやってインターネットを使って支援することはもう十分に可能な、時代になっていると思います。はい、で次は、右下のあたりです。ここはですね、安全でかつその、石油もたくさん出る国ですね。右下ですから。でアルジェリアもですね、ちょっとこの間テロがあって日本人10人ぐらい亡くなりましたよね、そのガスの施設でね。なので、安全なのっていうふうに言われるかもしれませんが、これ実は首都だけで比較しているので、
アルジェリアはあっちの方は確かに危険度かなり高いんですけど、首都は危険度2なので、まあ、渡航の是非を検討してくださいにはなっていますけど、あの渡航を延期してくださいという感じではないですね。逃げてくださいとかそういう感じではないレベルなわけです。ですので、まあ、もしかしたら協力隊とか派遣されることもあるかもしれません。実際あの危険度2でも協力隊がいるところはたくさんあります。もちろん基金もあの危険度2でもまだいるというところもありますね。でこういうところはその安全ですから、あの基金とか JICA の人が直接行って、日本語教育の支援をするということがあの十分に可能なんですね。状況的には可能です。あのだけどそれだけではなくて、あの産油国はそれなりにその経済的にもあの余裕があるので、自分たちで、先生を呼んで、大学とかですね、高校とかで、教えてもらうということもあの可能です。で実際にですね、カタールとか UAE とか、クウェイトとかではですね、あのそういう日本人が、 あとオマーンもそうですね、バハレンもそうか、この中ではイランとアルジェリア以外では、あ、イランも、今イランは今はいないけど、現地の先生がいた、日本人がいた時もあります。なので、まあ、基本的には自費で、日本語の先生を、呼ぶことができます。なのですが、そのやっぱり日本とのつながりがあんまりたくさんいないので、まあ、僕たちがその支援できる方法としては、ですね、やっぱり募集に対して協力する。例えばカタールにあの派遣されていたその東さんという方がいらっしゃるんですが、その場合は、国際交流基金がその募集の、ね、ところだけ肩代わりして、で あとは全部カタール側の経費で、先生をそこに呼んでいたというようなこともあります。はい。で最後が、左下のところなんですけど、ここちょっと国が重なっててこんな風になっちゃってて申し訳ないんですが、あ、まずエジプトってあの安全なんですかっていうのがちょっとツッコミが必ずあると思うんですけど、ですね、今危険度3です、エジプトのカイロは。ですので、まあ、この時点ではちょっと今実際僕もそのエジプトから緊急退避してきた身分ですし、まあ、そこに小川さんもいらっしゃいますけど、あの協力隊も引き上げてますので、今この状況ではすぐに、戻るということはないんですが、まあ例えばですね、日本人学校ももう再開したんですね、現地で。で、あとあの私がいたあのカイロ日本文化センターも明日からですね、授業が再開になります。まあ、もちろん先生とかだいぶ減っちゃってるんで、あの今まで通りには完璧にはできないんですけど、その現地の先生がかなり育っているので、ある程度はある程度のレベルではその授業を開催あの再開することができるようになっています。なので、あと、まあ、要するに短期的に今3なだけで、多分もうすぐ2に戻るだろうという、まあ、そういうあの何ですかね、考えのもとにエジプトも安全な方に入れています。あとそれ以外は、例えばですね、ここはですね、まあ、要するにその安全であれば、やっぱり国際交流基金とか JICA から、教師を派遣するということが、まあ、できますという、それが安全であれば必ずできるというわけではもちろんないんですけど、少なくともこうあの危険度3とか危険度4 もうあの退避勧告が出ているような国には明らかに送る日本の政府が送ることはありませんから、安全度の面ではまあ可能性はあるわけですね。実際に、この中でもそうですね、ヨルダンとか、スーダン、チュニジアには、あ、モロッコですね、そこには協力隊あるいはそのシニアが派遣されていたこともあります。あ、エジプトももちろん含めて、ですので、ここにはその教師を派遣する、かつその産油国ではないので自分たちのお金で、先生を呼ぶということはちょっと厳しい状況ですから、こういう基金とか JICA から送るという形の支援が一番ポピュラーですね。でそれでですね、今4つに分けて、ご紹介しましたけど、この左下の安全でかつ産油国ではない地域が実は日本語教育が一番盛んになっていまして、そうですね、多分ちょっとこれ計算間に合わなかったんですが、中東全体の学習者の8割ぐらいはこの地域にいるんじゃないかと思います。はい、ここはですね、産油国ではないというと、その結構あれなんですね、その考え方が行政機関とかが
日本に近くなるんですね。まあ、産油国に比べると非産油国の方がその行政お役人の考え方とかが日本人に近くなるので仕事も進みやすくなるというような状況はかなりあると思います。はい。でまあ、ここでまあ大体その中東の日本語教育の、ついての話はちょっとこの辺までにさせておいてですね、じゃあどうして、ネットワークをするのかということについて、まあ、私なりのちょっと、個人的な経験からちょっとご紹介をしたいと思います。これはですね、この教科書を使ったことがある人っていますか？はい、多分有名ですよね。これ結構たくさんの人が使っていると思います。で、これは92年の8月に発売された本です。ドリルとしてのゲーム教材50というですね。で、実は僕が初めて海外に行ったのはモンゴルでして、モンゴルに行ったのが92年の4月でした。で、そのモンゴルでモンゴルの初等中等教育で日本語を教えている日本人というのはモンゴルで僕一人だったんですね。なので、まあ、いわゆる孤立している日本語教師のそういう典型的な、パターンでした。でそれまで日本の国内で日本語を教えていたことはあったんですけど、三本さんよく知ってると思いますよね。同じ学校で彼もそうそうそう、僕も何年か後に行ってたんですけど、要するに大人に教えるのと、まあ、中学生高校生ぐらいはまだいいんですけど、小学生に教えるってもう全く違う仕事なんですよね。なので僕はもう本当に全然、わけわかんないことになっていまして、で任期が終わる頃になってこういうゲームとかやると子供は喜ぶとかですね、そういうことがようやく分かってきたんですよ。大人でも喜びます、まあ、大人でも喜びますけどまあ子供の方はもっとより喜ぶわけですよね。で、それで帰ってみたらこれもあったし、あとこれもですよね。これなんてもう本当にもう衝撃的でしたけど、これも発売されていたのは93年ですね。今はこういう形の表紙になっていますけど、僕が帰ってきたのは95年なんですね。3年いたので、で、うん、もうこんなに洗練されていたものではなかったですけど、もう本当に僕がですね、僕なりに考えてこれのもっと原始的なようなものを、作って、あ、こういうのこうやったら子供とかでも結構注意を引いて喜んでやってもらえるんだなということが分かったのがもう本当に3年目ですから、95年とかそのぐらいの時期だったわけです。だけど世の中にはもう92年からこういう教材があったわけなんですよね。でそれを考えると本当にその孤立している日本語教師の無駄さっていうか無駄っていうとちょっと語弊がありますけど、人はね、僕のことをその孤軍奮闘でよくやってくれましたというふうに言ってくれますが、でも僕から見れば非常に低次元の戦いを強いられているというふうに、強いられているというわけではないんですけど、その低次元の戦いだったなと。でかつ意の中の蛙というか、自分がようやく分かってきてことがもうすでに世の中では3年前から常識だったというようなことを本当に非常に痛い思いをして学びました。なのでそこが基本的には僕のそのネットワークを作りましょうという考えのもとにあります。つまりですね、今どっかで孤立している日本語の先生が多分どっかにいると思うんですよ、今この時点でもね。でそういう人たちがネットワークに入ってくれることでその現場が多分ずっと良くなるということは絶対にあると思うんですね。でそこで孤立している日本語の先生っていうのは、まあ、要するにかつての僕と全く同じなの で僕の場合はその当時インターネットとかもなかったので、もう本当に 3年間こういう低次元の戦いをしていたんですけど、今はそういういろんなツールがあるので、それで皆さんにその積極的にネットワークの中に入ってほしいなと思って、ネットワーク形成の仕事をしてきました。でここでいうネットワークっていうのはですね、どういうものか、まあ、いろんなネットワークにもその種類があって、まあ、例えばこういうふうに中心がすごく、皆さんに直接つながっているというようなパターン、スター型のネットワークとかっていうのもありますけど、まあ、こういうパターンが結構比較的多いんじゃないかと思います。広域のネットワークとかでいうとですね、まあ、例えば中東に関してもですね、そのメーリングリストっていうのがあるんですけど、それはそのカイロの専門家が出している、一方的に出しているのはとても多くて、それを他の人はそれをただ受信しているだけで、時々その個人的には会員からメールは来るけど、
なぜかメーリングリストではなく個人のメールアドレスに来るので、それは他の人には共有されないというようなことがよくあります。でそれとは別に、まあ、こういうのはメッシュ型っていうんですけど、網ですから、メッシュ型のネットワークっていうのは、中心だけじゃなくて一人一人の、メンバーが別のメンバーと直接つながることができる、こういうネットワークの形もあります。で僕はですね、どっちかっていうと、その、まあ、最初はこういう形の、ネットワークだったので、それを、まあ、こういうふうなみんながですね、その回路を経由しなくて直接つながれるような網の目状の、ネットワークを作りたいなというふうに思っていました。でその特にですね、広域ネットワークっていうと、そのそれぞれ の, メンバー同士の絆っていうのはあまり強くないんですよね。年に1回会うかどうかとか、あるいはオンラインでしか会ったことがない人とかっていうのもたくさんあります。でだけど実はですね、現実にはそういう弱い絆の方が強みがあるというようなことが、いろいろそのビジネス関係 の, 実験とかで、まあ、明らかになっているというふうに言われています。これちょっとすいません、字が読みにくくてすいませんが、グラノベッターっていう人が、確か70年代ぐらいに、発表した研究なんですけど、就職をするときにですね、就職をするときに誰に紹介してもらって就職できたかということを調査したら、その8割ぐらいの人は実はそのあんまり関係がない、普段はそれほど付き合いのない人に紹介してもらって就職することができたということが分かったわけです。でそれは何でかっていうと、普段絆が強い、普段近い人たちっていうのはもうすでに持っているネットワークが重複しちゃっているんですよね。例えばそのいい教材探しているときに自分の同僚に聞いても多分同じ学校の本棚にあるものを知ってるけど、その他は知らないとかっていうことよくありますよね。だけど違う学校の人に聞いてみたら、こんな自分が知らない本をその人は知っているとか、そういうことはよくあるんじゃないかと思います。なので、広域ネットワークにはそういう強みが、あるんじゃないかなというふうに、理解していたので、それでここではちょっとそういう中東全体のネットワークの形成についてご紹介しています。で、まあ、どういうのが、それをプラットフォームにしたかっていうと、 Facebook でですね、中東の日本語教育っていう名前のグループを作りました。荒川さんとか入ってらっしゃいますよね。森田さんとかもね、ですよね。多分いろんな、もちろんお母さんも入ってらっしゃいますし、でここでですね、ちょっと1月16日より前がなんか Facebook でうまく表示されないので、1月16日以降という中途半端な期間なんですけど、それ以降に発言した人を、その時点で132人のその会員がいたので計算してみたんです。40人が、発言を、何らかの発言をしていました。これがで、まあそれはですね 30% ぐらい でかつそのオンラインでアンケートっていうものがあるんですね。例えばセミナーの日付は何日がいいですか、何月何日にやりたいですかとか、そういうのも含めると、34% ぐらいの人が、何らかの、発信あるいは発言、まあ発言とは言いませんよね、アンケートポチッと押すだけですから。でそこでも名前付きで出てくるので、何らかの発信をしたという、ふうに数えれば 34% ぐらいの人が、実際に何らかの発信をしたと言えます。これは多分ですね、まあ、同じ中東のメーリングリストに比べても随分、高いですね。メーリングリストはもう基本的にそのカイロの、カイロ日本文化センターからの本当に一方的な通信になっていますので。で、まあ、これが実際の、画面ですけど、まあ、こんな感じで、Facebook でですね、まあ、上の方はこの、メンバーの、プロフィールの写真がこういうふうに、表示されていて、まあ、この辺に書き込んだ内容が入っています。今はですね、ちょっと人数増えて136人になっています。で、どうして Facebook にしたかっていうとですね、まあ、いろんなところでその、まあ、やっぱり広報効果とか、あるいは、皆さんが利用しているのが非常に Facebook が多いというのが分かってきて、まあ、これはその
実際にそのもう始めた後のに調べたことなんですけど、オンライン研修というのをやっていまして、うちのセンターでですね、あ、今度その来週の日曜日にこれちょっと詳しく、北浦和でネズさんと一緒にやるんですけど、それの広報の、効果を調べたときに、やっぱりあの、まあ、この他その他を除けば、Facebook が一番皆さん利用しているらしいということが分かったので、やっぱりあの Facebook をオンライン の, そのプラットフォームとしては使うのが今のところは一番効果的ではないかと思います。 で今日はですね、そのネットワークを作るために7つの、ステップというのをご紹介したいと思っているんですけど、まあ、ある程度モデル化する方がですね、他の地域でもそのネットワークを作るときにちょっとお役に立てるんじゃないかと思うので、その7つのステップというふうにしてみました。でそうすると、まあ、基本的にはですね、あの参加度の低いもの、他の、あのメンバーが最初はそんなに積極的に参加しなくても一方的に受信しているだけとか、そういう状況からだんだん、他の皆さんも、いろいろ発信していくようになると、そういうふうに、並べると非常にスムーズにいくというのではないかと思います。でそれが1番目で、あと7つのステップといっても別にその、1つステップいったらその次にっていうふうに階段状になっていくんではなくて、あの前のステップが終わる前にもう次のステップを始めて、だんだん少しずつ比重を移していくような、イメージで、やればいいんではないかと思います。 でその7つのステップっていうのはどういうものかっていうと、まず最初にあのまず参加者がどこに日本語の先生がいるのかっていうのが、まあ、ある程度分かる場合もありますし、あのもちろん知らない人が知らないところで日本語を教えていたりするので、その参加者を探さなければいけません。で最初はですね、さあ皆さん発信してくださいなんて言っても、シャイな人も多いですし、あと誰が聞いてるのかもよく分かんないですから、そんな皆さん発信とかしませんよね。なので、最初はこちらから一方的に、情報を提供する。で、役に立つ情報ですよね。日本語教育、まあ基本的に皆さん日本語教育の関係の人ですから、こんな、新しい教科書出てますよとかですね、そういうのを役に立つ情報を一方的に提供すると。で、ステップの3つ目は、そういう役に立つ情報の中に、参加者ですよね、参加者に関する情報をまた配信するようにしていきます。例えば、ヨルダン大学のタイムルさん、こんなことをしてますよみたいなことですよね。で、7つのステップの4つ目は、あのここからはですね、ライブイベントなんですけど、あのライブイベントっていうのはね、すごいあれなんですよね、その親近感というか、同じ時間を共有しているっていうのは、場所離れててもですね、その、まあ、ラポールの形成って言ったりしますけど、そういう友達になるような、あのすごい効果があるんです。なのでここの3つはそのライブイベントについてなんですけど、最初は、1対多、まあここと同じように、要するに一方的に、まあ、情報を発信するような、だけどライブでやる。で2つ目は、あ、5つ目ですね。で5番目は、ライブイベントなんだけど、そのであのかつ1対多なんですけど、その1対多の要するに情報を発信する人は基本あの僕ではなくて、それぞれの場所のそれぞれあのタイムル先生とか、あ、ここすいません、ここはあの先生って言わないことになっているので、タイムルさんとかあの、それぞれの場所の人が、まあ、講師になって、ゲスト講師になって、話をするようなライブイベントで、だけどそれでも中心があるとやっぱりあのまだスター型に近いですよね、メッシュ型っていう感じではないので、最後の方には多対多、1対多ではなくて、みんなが同じ立場で、発信するような、そういう、ライブイベントをやります。で、まあ、ここまではオンラインなので、でもあのオンラインだけでも、まあ、十分にラポールの形成はできるんじゃないかと僕は思いますけど、でもそれは人によるところがありますので、やっぱりオフラインであのイベントを、まあ、これセミナーですけどね、やるんですが、こういう時もただ一方的にそのこうやって席に座って話をこうやって聞くんじゃなくて、参加者が中心になる、なるべく中心がないような、そういう形のオフラインイベントをやると。オフラインなので実際に対面するっていう意味ですね、最後は。はい、でこれをですね、もうちょっとあと20分ありますんで、もうちょっと詳しく説明していきたいと思いますが、最初、参加者を見つけるところなんですけど、
ですね、これはですね、まずまあ、すでにメーリングリストっていうのはあるんですよね。あったんです、中東の日本語教育関係者のメーリングリストって前任者からもらったの でこのメールアドレスで Facebook を検索するとある程度は出てきますが、やっぱり若い人とかっていうのはこれ入っていなかったりとかですね、あるいはその組織で一人しかメーリングリストに入らないようにしてますみたいな、そういうポリシーを持っている組織もありましたので、それ以外の人たちもかなり検索とかを使って地道に探しました。その方法はですね、例えば、日本語学習者、まあ、こちらから検索することもありましたけど、こっちがですね、日本についていろいろ日本の情報を出していると、中東の学習者、日本語学習者ってかなり積極的なので、どんどん友達リクエストしてくるんですね。なのでその日本語学習者見たら、その学習者の友達の中に日本語の先生がいるかどうかを見て、まあ、日本語の先生ってはっきり分かる時もありますから、その場合はその人に、こういうグループやってるので、中東の日本教育っていうグループやってるので一緒にやりませんかみたいなお誘いをしたりしましたね。でこれに関してはですね、まあ、やっぱり、10年前とかはこういうことはできなかったんですけど、これが2006年のその梅田もちおさんがですね、そのウェブ進化論っていう本を書いていて、もしこういうことに興味があれば、この本はとてももう7年前ですけど、今でも非常に示唆に富む本ですので、ぜひ、おすすめしたいと思います。この中に SNS は将来人間検索エンジンになるだろうというふうに書いてあったんですけど、今では全く、まさにその通りになっていて、その通り人を探すにはとても、いい便利道具になっています SNS ね。あ、ソーシャルネットワーキングシステム、ソーシャルネットワーキングサービスということもありますが、Facebook とか Mixi とかそういうものです SNS、はい。で、ステップの2番目は、役に立つ情報を一方的に提供するっていうのがあります。でこれはですね、さっき、まあ、ここに書くの忘れてしまいましたけど、やっぱり日本語の教科書出版ですね、日本語のこういう本が出ましたよっていうのが、なんか一番、喜ばれていたように思います、反応からするとですね。でもそれ以外に、日本語教育の動画、 YouTube とかにですね、日本語を勉強する人のための動画っていうのはすごくたくさんアップロードされています。でこれはもうピンからキリまであって、あんまり役に立たないものもあるんですけど、でも例えばですね、ニューヨークの日本人会が出している動画とかは非常にレベルが高い、質が高い、そういうものもあったりするんですね。で、そういうものももちろん喜ばれますし、単にその J-POP の、要するに日本の歌もですね、フルバージョンで、フルコーラスでもう公式サイトで公開していたりするんですね。昔はそういう怪しい、なんか著作権に明らかに違反していて、とてもみんなでシェアできないというものもあったんですけど、今は、公式にちゃんと著作権の問題をクリアした上でシェアできるものもたくさんあるので、それも、皆さんにご紹介しました。まあ、映画も本編はもちろんシェアできませんけど、予告編だったらいくらでもシェアできますよね。あるいはその日本に住んでる外国人が、日本ってこんな面白いことがありますよみたいなことをもういろいろブログで書いたり、まあ、これも動画でやったりとかもしているので、こういうものを皆さんにも紹介していました。でどのぐらいの量をやったかっていうと、基本的には、Twitter で1時間に1つぐらいは、出すようなペースでやっていました。だから1日24とかですね、そのぐらいですね、でもちろんその予告、だから予約投稿っていうのを使って、実際には1時間、作業時間は1時間ちょっとぐらいだったんですけど、それでもその見てる人から見ると1時間に1個ずつこうやって投稿されていくような形にしていて、でそれを1日ごとにまとめたり、あるいは1ヶ月ごとに例えば6月の、日本語教育動画みたいな感じでブログにまとめて、それをまとめたブログを Facebook にシェアするというようなこともやっていました。ちょっとご紹介しておきますが、あ、そう、その前にここはですね、もうこれだけでも話すともう1日とかかかってしまうので、僕のブログ村ログっていうのがあるんですけど、そこにその僕の情報発信術という、シリーズで4回に分けてやり方を書いていますので、ご興味のある方はこれを、ご覧くださいませ。はい。で実際にはこれがそのツイッターの画面ですよね。こうやって、動画が見えると思いますが、
こういう感じで1日に1時間に1つずつぐらい、出しています。で、それをですね、あ、そう、これもですね、今日もたくさんの日本文化情報を発信しましたというふうに、これをその Facebook の中東の日本語教育のところに9月18日分のやつをまとめて投稿しているところですね。で、これは公式ブログっていうのがありまして、そのカイロ日本文化センターですね、ここに、すみません、ちょっと小さくて申し訳ないんですけど、あ、これはですね、外国人、日本に住んでいる外国人が、撮影した動画を、いつかな、2012年の5月分ですね、5月分をまとめて6月に、投稿しているところです。この下の方にもっともっとたくさんいろんな外国人が日本で撮った動画があります。で、これももちろん1ヶ月分のこういうのを、作りましたよと言って Facebook の方に、投稿していきます。はい。で、ですね、3つ目は、はい、参加者に関する情報なんですね。それを、まあ、一方的に提供していました。で、僕はですね、まあ、こういうオンラインの仕事以外にも実際にその出張に行ってそこでセミナーをしたりっていうのもありましたので、そこに行って、まあ、1分ぐらいの、短いインタビュー動画、それを撮影して皆さんに共有していきました。で、それをなんとか先生から中東の皆さんへのメッセージというような形で、やってるんですね。ちょっとこれも一つ多分あると思いますので、動画を、これ1分だけなのでちょっとご紹介したいと思います。あれ、あ、これか、これ、ダマスカス大学のヌール・ファーレス先生っていうのはシリアの官のメモとか言われてますけど、はい、私はヌールと申します。シリア人です。ダマスカス大学の教師です。どうぞよろしくお願いします。どうして日本語に興味を持たれたんですか？私にとって日本語は珍しくて、シリアでは新しい学科ので興味がありました。では中東の日本語の先生へのメッセージをお願いします。私は日本語が大好きになったので、1年生から博士を取りたい、という目標がありましたが、チャンスがありませんでした。だからこそ日本人の先生方にシリア人のためのチャンス、勉強するチャンス、が、作ってほしいという申し込みがあります。はい、はい、以上で、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、こういう感じで、ですね、はい、まあ1分ぐらいで皆さんに喋ってもらっていたんですね。最後のところは本当は中東の日本語の先生へのメッセージということだったんですけど、ちょっとそこのところがうまく通ってなかったかもしれないですね、今のを見るとね。なんですが、まあこういう感じでいつも自己紹介と日本語教師になった理由と、それから中東の日本語の先生へのメッセージというこの3つのことだけを1分でお願いしますという感じでいろいろとって、それを Facebook で共有していました。で、これはですね、当時はそのまだ2011年ぐらいだったので、あんまりインターネットのでそのハングアウトとかそういうものがなかったので、こういうことをしていましたが、今ではそれがそのハングアウトオンエアというものを使えば、わざわざ現地に行かなくても直接、インターネットだけで現地の人とつながってその動画を、皆さんにシェアするということができるようになっています。これがですね、これが最初の頃のさっきとも先生とは別のダマスカス大学のナーヘド先生という方にインタビューした時のものですね。これこっち側になんか僕が映ってるのが分かると思いますが、要するに画面の向こう側に僕もいるわけですが、これは逆にでも最近の、これはヨルダン近況レポートっていう各国のですね、トルコとかサウジとか、レバノンとかいろいろありますけど、各国のその日本語の先生にそのハングアウトで連絡して、最近どうですかというような話を、いろいろ教えてもらって、それをさっきの Facebook に投稿しているんですね。
で実際にまあこうやって顔が見えていますが、僕はこっち側ではなくて画面のそのこちら側にいるので、まあそういう違いがあります。要するに向こうまで行かなくてもそれができるようになっているということですね。やっぱり、ね、こうやってその僕が例えばさっきのヌール先生っていう先生のことを同じことをですね、僕が書いて僕がいくら言ったってあんまり親近感、そうインパクトないんですけど、本人がこういうふうに言ってくれるっていうのはすごく、しかも動画でね顔があって声が出て言ってくれるというのは、そういうネットワークを作るのに非常に有効なんではないかと思います。でステップ4つ目なんですけど、1対他のライブイベントというのは、これはですね例えば弁論大会のライブ中継とかですね、あるいはその特に1対他という意味ではこれが特徴的なんですけど、2011年の日本語教師オンラインセミナーっていうのは、これは私が講師としてやったんですね。あ、すいません、これなんだ、黒いですが、27日にやりますので、これについて詳しく知りたい人はぜひ、明日までですよね、申し込み。21日から締め切り。あ、21日、はい、あと2日。でも大丈夫です。あ、大丈夫ですか。まだちょっと席がありますので、ぜひこちらも来ていただければと思います。日本語教育学会の方 の, 研修でこれをやりますので、で2011年の時は僕が講師として、つまり1対他の1が私だったわけですよね。回路側の人間が1対他の1として、オンラインセミナーをやりました。でビデオゲストとして、いろんな人が出てきたんですけど、講師ではなかったわけですね。で1対他のライブイベント の, これステップの5番目ですけど、要するに2012年、オンライン研修の2012年の後半は、さっきのタイムールさんとか、これファーリスさんとさん付けで言うのは非常に抵抗ある、お世話になった人なんですけど、なんですけど、一応、先生ではさんと呼ばせていただきますが、キングサード大のファーリスさんとか、そういう現地の先生が全部で8人か7人ぐらいかなの方に、ゲスト講師として出ていただいて、僕はそれに対するそのインタビュアーという感じで、僕が話を聞いて、でそれを皆さんに動画で配信するという形でこれをやっていました。ですのでその1対他の1が僕ではなくて、僕以外のそのネットワークの参加者という形になっているわけですね。はい、うん。で、ステップの6番目というのは多対多、さっきの5番目のね、このオンライン研修は、講師が現地の人だといってもやっぱりその人が中心なわけですよね。ですので多対多ではないんです、1対多なわけですね。なのでもっとそのスター型ではなくてメッシュ型のネットワークっぽくしたいなと思ってやっていたのが、ウォールチャットというものです。チャットですからこれ文字だけなんですけど、文字だけだとみんなが一斉に入れるんですよね。動画だと多くても10人、お金払ったバージョンでも15人までしか入れないんですけど、文字チャットだともう何百人と入ることができます。でこれが最初にやったのが、今年の1月10日の、現地時間 の, 9時から10時だったんですけど、この1時間の間に21人の人が来てくれました。小笠も来てくれたんですよね。と思います。そう、来てくれた。で、それでその僕途中でインターネットつながらなくなっちゃって、小川さんに電話して、それでそのあれなんですよね、もう電池切れちゃいそうですとか、そういうことを確かなんか言ってた記憶がありますが、で、その9カ国の、21人が参加してくれて、でそのうち7人が、非母語話者、日本語の母語話者ではなかった、ですね。でこの1時間60分の間に251の発言がありまして、これを秒にして換算してみると、だいたい15秒に1回ぐらいは誰かが何かを書いているという形になります。で、これでですね、それなりに手応えがあったので月1回開催するようになりました。その後ちょっとできなかったりした月もあるんですけど、これもちょっとですね、実際のところを見せてみましょうか。ウォールチャットやりますと。ちなみにウォールチャットっていうのは、普通チャットっていうのはその閉ざされた世界でやることが多いですよね。だけどウォールチャットっていうのはその一般にオープンな形になっていて、こういうグループとかのメンバーなら誰でも入れますよみたいな、そういう意味でウォールチャットというふうに言っています。
でここでやりますよと、ここではタイトルが日本語教育と Facebook っていう、そういうタイトルで、タイトルっていうかテーマでやりました。でこれが実際終わっているところなんですけど、もう予定の60分過ぎちゃいましたねというふうに私が書いているのが見えると思います。で、見るとご覧になれば分かると思いますが、あ、小川さんここにいらっしゃいますね、はい、で、あのいろんな人が、例えばこの人は、まあ、中東じゃなくてケニアなんですけど、この人ヨルダンで、この人、まあ、カイロですね、ヨルダン、レバノン、ケニア、ヨルダンでトルコというふうにいろんな国の人が、こういうふうにチャットに参加してくれているというのが分かるんじゃないかと思います。はい、で、最後にステップの7番目なんですけど、これは参加者中心の、オフラインイベント、まあ、実際に要するに会うイベントですよねを、7番目として行いました。でこれはその中東日本語教育セミナーの2013年、今年のやつですが、今年の6月の23日と24日に、行ったんですね。で、まあ、要するに参加者中心というのはどういうことかというと、普通はですね、こういうのでは基調講演というものを、行うことがあります。で別にそれが悪いとは全く思っていませんが、あの少なくともネットワーク形成という意味では、あのやっぱりスター型のネットワークなわけですよね。さっきのメッシュ型っていう、みんなが発信するという形のネットワークぽくはないわけですよ、基調講演というのがあるのは。なので、ここでは基調講演なしにして、あの今まではですね、必ず日本から誰かを呼んでやっていたんです。別にあのそれが繰り返すのが悪いわけではないんですが、僕はここではメッシュ型のネットワークを作りたかったので、日本からはお金、人も呼ばないで、中東に住んでいる人たちだけで、ワークショップとか、ポスター発表とかグループディスカッションとか、あと、まあ、ライトニングトークっていうのもやったんですけど、そういうのをやりました。でそれでもですね、その内容的にもですね、じゃあその現地でできる人で、現地でできる人が、これが自分にはこれができるからこういう内容でやりましょうというふうにしたんではなくて、内容もですね、全部あのあれなんです、あの Facebook でアンケートを取って決めたんですね。まあ、いくつかその候補があったので、この3つのうちでどれがいいですかって言ったら、日本語教育と IT っていうのがいいというのが一番多くなったので、あの日本語教育と IT って言ってもいろいろありますけど、どういうのがいいですかというふうにやったら、まあ、ソーシャルメディアとかクラウドサービスとか、あの音声編集とかね、プログラミングとか、そういうのが出てきたので、こういうのを扱うことにしました。でかつそのやっぱりですね、探せば本当にできる人がいるわけなんですよ。なので、中東に住んでいる人たちだけでこういうタイトル の, あのこういう内容の、セミナーを行いまして、まあその結果ですね、一応その満足したと、どちらかというと満足したを合わせると、全員 100% の人が、こういうふうに、まあそれなりに満足して帰っていただいたという結果になりました。あのつまりですね、これを、さっき出しましたけど、ちょっと待ってくださいね。あ、そうだ、出すの忘れました。あ、そう、あの最近その経済のところで地産地消って言ったりしますよね。その場で取れるものをその場で消費しましょうというのがあるんですけど、こういうのはあのやっぱり学びの場でも、あり得るんじゃないかなと。あの現地の人があの探してみるとですね、やっぱりそれなりになんか面白いことをやってる人はいるので、でそれがネットワークがなかなかないと、あるいはスター型の一方通行のネットワークだと、そういう人たちを発見するのが難しいんですけど、ですが、そういうメッシュ型のですね、いろんな人が発信してくれるようなネットワークにしてみると、なんか面白いことやってる、あの人の話聞きたいっていうのがいろいろ出てきてですね、それで、学びの地産地消というようなことが、できてくるんではないかと思います。で最後に、あ、まあこれはですね、であのちょっと字が小さくてあまり見えないと思いますけど、ポスター発表でも16人ぐらいの人がいろいろ発表してくれました。でこれが最後ですけど、その、皆さん の, あの記念撮影ですね、この時はですね、カイロ の, あの日本文化センターが、あの荒川さんもご存知のあそこがもうちょっと危なくてできなかったので、別のところに場所を借りて、こういうところで写真を撮りました。あ、小川さんもいますね、この中に。多分よく見ると、全員の小川さんもいるんじゃないかと思います。はい、ということで、ちょっと、あと、もう40秒ぐらいしかないので、はい、ご清聴ありがとうございましたということにしたいと思います。で、ここで、いいんですよ、別に。
ありがとうございます。お気持ちだけで十分です。でまだ30分ぐらいあるので、まあ、25分ですけど、質疑応答とか質問がありましたらどうぞありますか、あるいは何かオンラインで質問とか来てますか。今のところ分かりました。はい、何かないですかね。何か言いたいことがありそうだ。